チャコケン、チャコケン、チャコケン、チャコケン。しゃ、行くぜ。ポップコーン。レッツ。ポップコーンバスターマーク2。どこからでもかかってこい、このポップコーン。海外の天才発明家ケンに話を聞いてみた。今回の僕の発明、ポップコーンバスターマーク2について話そうか。これはね、改良に改良を重ねた、もう素晴らしい僕の18年間の人生全てをかけて作った一品なんだ。まあ従来のこれね、羽がすごく雑魚かった。そして回転させると片方に偏ってしまって使い物にならなかったんだ。ゴミだね。でも今回のマーク2はそんなことは一切ないんだ。ポップコーンマスター、ポップコーンマスターマーク2、威力見てみようか。Let's set! Yeah!ポップコーンバスターマーク2。2020年、素晴らしい才能を持った発明家と素晴らしい技術を持ったマキタとのコラボレーション作品、ポップコーンバスターマーク2は、この世で唯一無二、そして圧倒的なパワーと圧倒的な存在感は世界中に知れ渡るのであった。対戦相手がかわいそうだ。対する対戦相手、ポップコーン。彼の体重はなんと 220g。 超軽量級ですね。これは階級を無視した対戦となりそうですね。ポップ&コーン、彼の意気込みを聞いてみたいと思います。私の計算によると負ける可能性は 0.00003% ですね。ありがとうございました。ただいまの瞬間をもちまして、ポップコーンブラスターマーク2の勝利、人間の勝利です。希望が見えましたね、ケンさん。そうだね、僕にかかればどんなポップコーンだってボッコボコ。よし、これで証明された。ポップコーンより俺の方が強い。